プールサイドの皆さん、こんにちは。水中家庭教師です。本日は私が平泳ぎのレッスン中によく言う注意点を3つご紹介。2023年に入ってからの個人的な統計ですね。あれ、なんか気づいたらこれについて言ってること多いなっていう。実は大人の方でも子供の方でも注意点があまり変わりません。直し方は人それぞれ違うと思います。ですが、つまずきやすいポイントを知っているだけでも何かの足しになるのではないかと思います。平泳ぎなかなか上達しないって方はこの3点に絞って練習してみてはいかがでしょう。で、この3点が起こる原因を先に話してしまうんですが、クロールの泳ぎ方をそのまま採用しているのが原因だと思います。キックもストロークも力を込めて泳ぎやすい。前に進むために前から後ろに水を縦に押している。腕と足は絶えず動いている。対して平泳ぎ、キックやストロークでは力を込めても進まない。縦に押せる距離が限られている。縦に押すだけでは進まない。腕と足が止まっている時間がある。あなたの泳ぎはクロールの考え方で泳いでいませんか？この泳ぎ方の違いを意識しながらこの先を見てみてください。個人レッスン、グループレッスン、撮影会、練習会を開催中。ご興味のある方はこの動画の概要欄よりどうぞ。注意点その1、全力のキックをしている。バタ足は力を込めやすいし、足の甲で水を押すので押している感覚が得られやすい。だから平泳ぎでも同じように出だしから全力でやってしまいがちですが、すまないよね。平泳ぎのキックで生じる推進力は水を後方に押すことだけによるものではありません。左右の足をくっつける水を挟む動作も重要。足の裏で水を後方に押しながら、キックの後半では太ももで水を挟むところを意識します。キック後半でしっかり足を閉じて終わりにしよう。慣れてない人や平泳ぎが苦手な人ほど足の裏で水を押すのはうまくいきにくいです。そこで挟む動作を大事にしましょう。注意点その2、腕を横に広げていない。クロールのストロークは水を前から後ろに押して進む。前に進むための動作として理解しやすい。だから平泳ぎでも同じように前から後ろに押したくなりがちですが、進まないですよね。平泳ぎのストロークは縦方向に押す距離が短いです。なんで短いかっていうと、リカバリーの腕が水中でやらなきゃいけないからですね。バタフライはそこから腕を出して戻せるけど、平泳ぎは基本的に水中で戻さなければいけない。だから後ろに押しすぎるとその後が大変になる。縦だけではなく横も活用する必要があります。腕を横に広げる分にはその後に前に戻す距離はそこまで増えません。腕は肩幅以上に広げてから書き込み動作に移りましょう。この時に手のひらが下を向いていて、水を撫でるだけにならないように、手のひらは真横のつもりでやるのがおすすめ。45度と言われていますが、個人的には真横って言っちゃった方が成功率が高い気がする。あくまでこれは感覚値。肘を曲げずに腕を肩幅以上に広げてから書き込み動作に移ってください。注意点その3、テンポが速い。クロールは絶えず手足が動いている泳ぎです。動かしていれば進む。とてもシンプル。だから平泳ぎでも同じように次から次へと手足を動かしたがりますが、やっぱ進まないんですよね。腕を広げる、膝を曲げる、呼吸する、この3つの動作を行うことによる抵抗は大きく、ブレーキになりやすい。そんな動作を次から次へと続けていると、せっかく推進力を生み出しても他の動作によって全部打ち消されてしまいます。何もしない時間を作りましょう。腕を前に戻し、キックで足を閉じたら、ストリームラインのように体を一直線にして何もしない。長くなるので今日は触れませんが、この時に上半身に体重がかかっていると最高です。腰が沈まないように意識してこの姿勢を作りましょう。はい、以上3点でした。まとめるとこういうことですね。クロールの泳ぎ方をそのまま採用しているのが原因。キックもストロークも力を込めて泳ぎやすい。前に進むために前から後ろに水を押す。腕と足は絶えず動いている。これを混合しちゃうと、さっきの3つの注意点に引っかかりやすいです。平泳ぎ用の頭に切り替えて泳ぎましょう。キックとストロークでは力を込めても進まない。縦に押せる距離が限られている。縦に押すだけでは進まない。腕と足が止まっている時間がある。いや、何とは言いませんが近づいてきてしまいましたね。何とは言いませんが、近づいてきちゃった。だんだん近づいてくるよ。やだな。またの動画でお会いしましょう。